どうも、はじめまして、赤石でございます。どうぞよろしくお願いします。今日は皆さんと、キャッシュフロー系ですね、もう言われてだいぶ、時間が経ってきて、中で、なんでキャッシュフローなのかというお話、私は税務の人間でありますが、本学は実務家教員が結構日々書かれたから、私も実務家で、朝のラスンというところから、KPMG というところに行って、でちょっと健康上の理由で今は先生、そういうものですので、その実務的な視点ですね。であとお手元にダノンさんとかいくつかの会社さんの状況も踏まえ、皆さんとキャッシュフローのところについてできればということ で、 でまず一つは説明、お手元のスライドのところで、なんでキャッシュフロー経営なのか、キャッシュフローが、どこが大事なのかというところなんですけども、ここにもちろんいくつかの側面が考えられていると思うんですね。で、申すまでもなく、まず一つ目のポイント、次の3ページ目ですね、 A というところで見させていただいているように、ちゃんと払うものは払うということで、キャッシュ自体を債務不履行を起こしたら大変なことになるということですから、これも信頼関係の姿勢ですから、これをきっちり返す。でちょっとでも返すのと滞ると、もしかすると、バスティさんが期限切れですね、もう待ってられませんよって全部、返すの経過ということもなりますし、これはもう言うものなんですけど、あとご案内の財務制限条項というものが、通常ローン契約では昨今入っていて、お金返すというのはもちろんだけど、それ以外にも条件がある。やっぱり借りてる人は、ちゃんとある一定の状況を守らないといけないということで、例えば利益、例えば純資産、例えばキャッシュフロー、返済要領、よくデッドサービスカバレッジみたいなことで言われている、そういう余力を持った形で経営していただければ、でこれに何らかの抵触がする、例えば利益を水準に割り込んでしまう、あるいはその純資産がへこんでしまうというようなこと、あるいはキャッシュフローの余力が、他の返済が増えてしまってへこんでしまうようなことがありますと、何らかの抵触があると、テクニカルディフォルトです。お金は別にちゃんときっちりきっちり決まった金額を毎月お返ししているにもかかわらず、ここで債務不履行になってしまう。一旦債務不履行になってしまえば、全額そこで返さなきゃいけないということにもなりうるということで、いろんな意味で、損益を見る、純資産を見る、キャッシュフローを見る、いろんな部分が、企業活動ではもちろん大事でありますし、ご案内の通り、それをもし何らかの問題を起こしてしまう、デフォルト、テクニカルデフォルトを起こせば、もう負の連鎖、デススパイラルに入って、信用はもうなくなるわ、もうブランドとしては毀損していくわ、どうなるしか、もう非常に大きなご案内の通りの黒字であっても、リーマンショックにおけるいろんな取引措置のような状況にもなり、よってキャッシュフロー怖いですよね、が入り口から。これは入り口なんですけど、次にもっとポジティブな意味でキャッシュフローを捉えると、やっぱり経営指標ですかね。で経営者も PL っていうものをすごく大事にしてますし、それは資本市場において PL っていうものは、要、一つの重要な要素になるわけですけど、同時に彼らは、PL っていうものにかなりの幅がある、あるいは PL が悪化するのはある程度ちょっと不調があった後だということに対して、キャッシュフローは即何らかの変調を起こす。企業経営に何らかの変調が起こった場合には、キャッシュフローにこのようなご案内のとおりですね、何らかの問題が起こり、取引上のいろんな、条件の悪化と売上の悪化と、が溜まってくると、もう見る見るキャッシュフローが悪化してくるということです。
まあ、キャッシュフローが滞るとか減少してしまうというのも、まあ、人間の血液と同じようにですね、循環しているものにそういう問題が起こってしまうと、これもこうその後に来るのがピリール状の起きるになった。でもそれを、まあ、いち早く、まあ、キャッチできる要素としてキャッシュフロー、これはまあキャッシュフローを見ることが、まあ、経営者としては、まあ、重要であるし、あるいは外部の人間としても、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれませんけど、 PL はある程度お化粧できるんですけど、キャッシュフローはお化粧ができないんです。非常に真実なデータであるわけで、ですからそこを抑えるのはすごく大事なのかなというところであるわけで、内閣とも社内閣とも、あとまた今度キャッシュフローの全然違う側面として、新規投資ですね、企業が行う新規投資を判断する上では、今キャッシュフローが基本的なという指標を基軸になっているのは、これもまた、同じ通りであって、まあ、当然基本企業が投下資本、資本を投下して、まあ、何らかのこの事業資産を手に入れるのであれば、少なくとも想定される、まあ、回収されるキャッシュが、まあ、今回投下するものを上回ってもらうと以上、まあ、同じないしはそれ以上でなければ、まあ、その事業判断をナンセンス、今のコンプライアンスの世の中でその、まあ、行為を正当化するためには、まあ、それをこう理屈づけないといけない、経営者の直感だけですみたいなことでは、まあ機関決定通らない世の中において、でどうやってじゃあ皆さん一応作文を作るのかということですね。これ将来の話誰にも分かんないですよね。分かんないです。分かんない、ましてその5年先なんて今なかなか分かんないわけですけど、にもかかわらずやっぱり何らかの分析をしないと、その経営判断が正しいのかいい加減なもんなのか、まあ、そこは説明はできないんですから、それを何らかの理屈付けをする、そこでキャッシュフローをご案内通りに使っているわけです。それは客観的であるかという、まあ、損益よりは、まあ、より真実が浮かび上がりやすい。で、例えば、まあ、ここにあるように、まあ、DCF ディスカウンテッドキャッシュフローを使う場合には、そのキャッシュフローを割り引くということで、将来のキャッシュフロー、CF ってキャッシュフローなんですけども、将来のキャッシュフローの相場を、まあ、それぞれ割り引いたところで、まあ、合計値を出して投下資本と比べる、まあ、こういうアプローチを取るわけですけども、問題になるのは、これ皆さんに求められるのはキャッシュフローをどう、まあ、予想していくかということと、あとは未来永劫のキャッシュフローを予想することができないので、通常、まあ、例えば3年とか5年とかのキャッシュフローを予想する一方で、6年目以降からのキャッシュフローについては、ここでターミナルバリューという形で6年目以降の価値を丸めてガンと1本の数字にまとめてしまうということを、まあ、作業としていない。1年目から5年目のキャッシュフローをどう出すのか、6年目以降のキャッシュフローを一個にギュッと凝り固めた数字、ターミナルバリューをどう出すのかっていうことを、まあ、ある一定の市場で信任を得た形でやっていただく必要が、まあ、なるということになっています。それはキャッシュベースで、キャッシュフローベースでやる。でベースになるのはやっぱり会計のデータですけども、ですからこの会計のデータを完全に分析できる能力と、一方でそれをキャッシュフローの適正値に戻して調整した上でですね、でかつそれを、適正な現在価値の相場に、まあ、持っていくっていう作業が必要で、ここで一番トリッキーなのが、まあ、調整計算の内訳もいろいろありますけども、ご案内のこのキャップレートですね、これが化け物なんです。
まあ、後でこれがどれだけ化け物なのかっていう話をさせていただきますけれども、キャップリートって何を言ってるかっていうと、ここの関係ですね。キャッシュフローをキャップレートで割る、まあ、キャップレートっていうのはキャピタリゼーションレートの略ですけども、資本還元率で割ることによって、その時価が、これ皆さんが普段利回りって言ってるものとまあ同じことであって、この計算式を掛け算で直すと、価値かけるキャップレートイコールキャッシュフローなんですね。だからある価値のものはこのぐらいの利回りだろうっていう掛け算をすると、キャッシュフロー、例えば100億円の事業価値があります、 10% の利回りです。さあキャッシュフローはいくらですかって10億円ですね。それをこれは逆手にとって10億円のキャッシュフローを生み出す事業であれば、まあ想定される利回りが 10% だとすると、この事業価値は100億と評価されるべき、そういう逆算を使うこと。ですからこの叱るべき利回りって、まあ、言うのがあったんですけど、叱るべき利回りって一体何だろうというところがあって、まあ、ブラックボックスであり、まさにその専門家としての知見が問われるところで、新しい事業をやる場合には、まああのまあ、このような分析をもちろんやらなければ今いけないということですし、もっと言うとですね、実は新しい資産だけでもないのかなっていうのが、まあ、現状なんですね。まあ、皆さん の, あのおられる今の会社も、あるいはまあその独立の、まあ、ダモンさんのどこでもいいんですけども、普通の会社さんを考えたときにいろんな資産をお持ちであるわけですが、昨今、まあ、よく言われるところの、まあ、新しい会計基準ですね、そのイパース的な発想のもとにおいては時価っていうものは厳しく問われる。で PL を重視した、昭和、まあ、40年代ぐらいからこう方向性変えて、やっぱり PL だよねみたいな日本でも会計で言ってきたのはご案内取りも終わって、今は BS の時代になってしまって、BS こそが大事な。で、その大事な BS は時価で評価されなきゃいけないという考え方になる。そうすると資産を新しく買うとき、事業や、まあ、不動産を買うときも、さっきのキャッシュフローで見たわけですけど、何が求められるかというと、今持っている資産も毎期毎期もう一回見直さなきゃいけない。時価として果たしてどれだけのものがあるのかっていうのを見直さなきゃいけない、そういう時代になる。例えばそうするとお手元のですね、すみません、資料編の方のこのダノンという、まあ、世界的な、まあ、ヨーグルトメーカーとしてあれリビアンですね、あの買収で取引したこの会社さんで、ちょっと1枚ペラッてめくっていただいて、右下に丸にって書いてあるページメーカーがあると、ここはそのダノンさんの、連結財務表の中の連結 BS ですね、対象の対象表で、右が2012年直近期で見ると総資産が29ビリオンユーロ、まあ、だから4兆円ぐらいですかね、だって今でいう4兆円ぐらいですか、4兆円ぐらいの総資産なんです、まあ、ご案内というダノンですか、味の素ダノンじゃないですか、これ本件のダノンですから。で、その上の方を見ていただくと、丸で囲っている上の3つの数字で、その合計値が16265なんですけど、16265を左見ていただくとインタンジブラスです、無形資産です、無形資産で、上に3つあるものの合計値が16265、一番大きい11361っていうのは、これがグドウィのれんですね、のれんだけで、11ビリオンユーロということは1兆5000億円ぐらい彼らはのれんなんです。なんでそんなに持ってるのというと、結局買収で来るとのれんがどんどん、まあ、増えている。そうするとですね、結局今
積もり積もって彼らはなんと総資産 100% のうち 55.1% はもはや形のない財産、無形財産なんですね。だから、まあ、ダノンさんにあってはここら辺がこのレン等の取引、まあ、非常に厚い。でそれはヨーロッパ の, あの買収によって大きくなっている会社にとっては決して別に異常なことではなくて、まあ、ここが大きくなるのは、まあ、至極当然、それだけプレミアムのある買収を重ねていけばどんどん伸びる。じゃあ彼らが持っているリスクは何かというと、もしこののれんがちょっとでも毀損すると、毎年毎年彼らが使っているイファースのベルがこのキャッシュフローが悪くなってくると、のれんを再評価して評価減、まあ減損ですね、インペアメントと言われる損失を計上することが強要されます。例えばここで彼らのこの、まあ、持っている無形財産がほんの 1% あ、まあ、あの減少しただけでも彼らの総資産に与えるインパクトがすごく大きいので、でちょっとキャッシュフローが減ってしまうと簡単に乗れて1割ぐらい、彼らもしこれ1割減ると総資産が 5% 太る、総資産が4兆円ですから、もうすぐ数千億円単位の損失がキャッシュフローのブレ、持っている資産のキャッシュフローのブレで起こってきてしまう。いいな、それだけ緊張感が今あるんですね。買収するときに作文とりあえず整えりゃいいよっていうことではなく、マネジメントとしては買った後にその資産が本当に減じない、資産が将来の価値が減っていかないように見守り続けない。そこに出てくるそのキャッシュフロー分析で、まあ、あの日本で最もポピュラーだとされているのはこの EBITDA、 これいろいろ皆さん読み方があって、 EBITDA とか、まあ、EBITDA とか、まあ、他の人に読み方いろいろあるので、まあ、皆さんお好きな人に読んでいただきたいんですけど、なんじゃこれはっていうとですね、で兄弟分に EBIT って書いてあるんですけど、上に書いてありますよね、これ全然あの実は簡単なことを言ってて、例えば EBITDA は Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization ということで、まあ、Interest は利子、Tax 法人税、Depreciation は所得、Amortization は所得、所得、利子、法人税、減価償却、繰延資産償却などを控除する前、Before のアーニングス利益があるんです。兄弟分の EBIT はもうちょっと短くて、金利、法人税、控除前利益、これちょっともうちょっと普通に言ってよっていうとどうなるかというと、まあ、例えば、まあ、こういう非常に簡素な PL をちょっとイメージしていただいたとするのとしますと、これが普通の PL ですね。外置きの利益は2500。じゃあこれからキャッシュフローを重視した分析をしようという場合にはどうするかというと、こういうものを取り去っていくんですね。で何を取り去るかというと、例えば EBIT の場合は利子と法人税を取り去った。要するにそれを控除してない段階の利益だから、このうちの500の利子と1000の法人税のない状態の、これが なかったとした時の利益ですね。これはもちろん当たり前ですけど、2500に1000と500を足せば4000になりますよ、ね、これがない、これがないっていう状態はここに戻るだけですから、これとこれが一致するのは、まあ、当たり前です。で同様にこの EBITDA になると、さらに減価償却や繰延資産償却、この減価償却1800もなくなった状態の利益というと、これしかアイテム残りませんから、利益は EBITDA で見ると5800。これだから逆算すると、これに控除前だから足し戻せる、これとこれとこれをこれとこれとこれを足し戻すと5800になりますけど、
で、なんでこういう指標、とりわけ EBITDA がみんな大好きなのかというとですね、この右上に書かせていただいたように、まあ、事業を買いますよというときに、まあ、今までの減価償却がどうだったか、今までどれだけ利息を払ってたか、これまでどれだけ法人税を払っているかも大事だけど、一旦それは、一旦ご破産で願いましてはすると。で、なんでかっていうと、それは買収後に変わるかもしれないから。例えば金利も、今までの調達金利がどうなのか、今まで借り入れをどれだけつけてたのか、もっと資本厚くすればいいんじゃないか。法人税も、利益をどこの国で出してたのか、その租税戦略を変えれば税金の出方も変わるんじゃないか。減価償却も償却のポリシーを変える、設備投資のレベル感を変えればまた変わるんじゃないか。こういう主観的な言えば要素を排除することによって、まあ、ちょっとこれ言い方どうかと思うんですけど、すっぴんのキャッシュフローみたいなやつ、買収する人、そうすることによっていろんな会社のいろんな事業を横に並べることができる。要するにこう主観的な要素は一旦忘れて、EBITDA 水準で一体どうなのかっていうことで比べましょうよというと、この会社は5800の EBITDA で、去年はいくつ、一昨年はいくつっていう、その前年比較もやることによって、その会社が生み出す、キャッシュフローを生み出す力っていうものが、まあ、こう見えやすくなってるんですよ。それがこの利益になってしまうと、みんないろんな要素をここに当然経営者は入れて、まあこう調整を図ったりしてくるんですけど、キャッシュフローは客観的なデータですから、そこの部分について言うと、まあ、非常に分かりやすい。で、ちょっとお手元のまた資料をご覧いただいて、すいません、またペラッとちょっと見ていただいて、次のページですね。裏を見ていただくと、今度はフランス法人なんですけど、ソフィテルとかノボテルってご存知ですかね、これはホテルのブランドの名前なんですけども、そういうのを、まあ、ですから特にヨーロッパに最強ですけど、フランスのアコーっていう、ACOR っていう、まあ、ホテルチェーンがあるんですね。で、まあ、そこのこれは、やっぱり2012年12月の資料なんですけど、ちょっとこれめくっていただくと、これ彼らの連結 PL なんですが、もはや、まあ、右下丸4です。右下丸4を見ていただくと、それらコンソリデイテッドレベニューっていうところで、まあ、営業収益、営業費用が始まるんですけど、いきなりそのダーッと PL 作らないで、その EBITDAR っていう、これはあのこの EBITDA にさらにレンタルエクスペンス、賃借料も控除税の分かれましたですね。ホテルなんで GOP っていう概念がすごく大事ですから、まあ、それをここで示して、EBITDA っていうので GOP 見合いのものを出して、それからレンタルエクスペンスを引くと EBITDA で消却引いて、ということで、彼らはもうもはや、その投資家に対しての開示は、これをバーンと出しても、投資家は、投資家の欲しいデータはこれよりも、むしろ、やっぱここの部分の経年変化を見たい、毎年どう変化していくのか、ここの部分の経年変化を見たいっていうのはこう分かってるんですよ。だから、これが公表のアニュアルレポートにくっついている PL が、もはやある意味、そのキャッシュフローステートメントが半ば、折衷したような形で返す。これが、まあ、みんなにとってより有用なフォーマットなんじゃないのかというふうに、まあ、彼としてはやっているのが一つの例なんですね。もちろんここに書かせていただいた通り、皆さんが実際にこの事業を買えば金利も発生します、税金も設備投資も発生します、それはキャッシュフローで見なきゃいけないんですけど、でもそれは皆さんが考えるべきことであって、この事業の価値がいくらかっていうことが、まず事業の価値はいくらかというふうに。プラスそれに、じゃあ一体どれだけローンをつけて買うのかとか、どういう価値で、形でその租税戦略を、まあ、編み出すのか、設備投資をどのタイミングでどうやっていくのかというところは、それはご自身で要素を
加味して買収金額です。だ素材はあくまでもその素材としてすっぴんで評価して、まあ、考慮すべきものはご自身で考慮する。そうすることによって素材をこうどれがいい素材なのか、素材の価値はそれぞれいくらなのかっていうのが、まあ、見えやすくなる。まあ、これもちろんあのいろんな評価方法の今お話しているのは、まあ、DCF そのキャッシュフローを割りとディスカウントすることで、まあ、出す。他にももちろんいろんな方法がありますが、やっぱりなんだかんだ言ってあのまあ、もちろん他の同じような会社って、株価はいくらしてるのとかどういう指標になってるのみたいな、まあ、基準はもちろんあるわけですけど、やはりこの、キャッシュフローをベースに、見ていくこと、でそのキャッシュフローを比較することによって、より正しい、まあ妥当なバリュー、多分まあ申し上げてきた通りいろんなことを考えないとこのキャッシュフローをさっき見た割引率はどうやるのとか、ターミナルバリューはどういう方法で決めるのとか、キャップレートって何パーにするのとか、まあいうこととか、どういうキャッシュフローで、もういろんな悩みはもう満載なんですね。ただ分析する上では皆さんが買収デューデリジェンスという言葉を聞かれたことがあると思うんですけど、実際我々がその FA あのフィナンシャルアドバイザーとデューデリジェンスをやる場合にはそのまあ、こういうことをまさに一つ一つ議論している。だから会計のデータからそのファイナンスの知識を踏まえて最終的な評価書にしていくわけなので、皆さんが企業の立場にするとその評価書を読めないとこれまずいんですよね。でも彼らは山ほど前提を置いてくるわけです。こういういろんなことを決めなきゃいけないので、山ほどもう本当に何百って言えるぐらいの前提がいろんなところにあります。でそれが皆さんは起業家の立場として妥当な前提なのか、要はこいつ持ってんのか持ってないのかとか、高めなのかきつめなのかとかですね、それが分かんないと、まあ、いいようにその真ん中に入っている投資銀行さんにやられちゃう可能性があります。だから評価には必ず、まあ、温吞なものもあれば、まあ、その楽観的なものもあれば非常にそのアグレッシブなものもあるわけですが、そういうところは起業家の方が、まあ、ご判断いただく必要があるということです。だからもうこれさっきと同じ図ですけど、買収するときもこの分析しますが、持ってる資産を分析するときも実は同じことをやるんです。買収するときにこれをやりましたというのも、二度とこんな面倒くさくてやらなくていいのかというと、そうじゃなくて、買収した後も毎回これを毎期やらなきゃいけない。どうしてかというと、自家評価か、自家会計なんです。この悪夢のような自家会計に今もう世の中進んじゃったんで、まあ、これはあの我々があのいやそんな悪夢からって言ってもしょうがないですね。制度がそうです。制度がそうなっちゃった以上は皆さんがまあ、こういう作業をする、あるいはそういう作業をしたものを客観的に見れる、まあ、力を養っていただくことが大事で、それにはこうまず PL を分析する、どういう調整を入れなきゃいけないかを考える、ターミナルバリューをどう計算していく、その、まあ、割引計算でよく、まあ、皆さんに聞かれたことがあるかと思います。ワックっていうその加重平均の資金コストをどうやって持ってくるみたいなものも全部こう一つ一つをこれでいいのかっていう計算をしないと、まあ、大変なことになってくるんですね。でこのキャッシュフローキャップレートはかなり幅があるっていうのもしましたし、ただそれと同じようにやっぱり税金もこの私の、まあ、担当である法人税のこのキャッシュフローにかなり大きなインパクトを与えうるわけなんです。でそれをこう絡めるだけでも相当評価額って実はブレてしまって、まあ、次のページでそのもちょっとイラストレーションみたいなあの目的のかなりこう分かりやすい形で作っているので、例えばですね、税前利益はまあ1000ですよね。これはここまでどうにかたどり着いたとしましょう。まあ、概ね1000だと、例えば、まあ、10億円ですよという形で対100万円で考えて、で法人税がしかし
まあ、いろんなタックスプランニングをやんない場合、やる場合で、まあ、40%4 億になったり、20%2 億になったりしますね。ここをどう考えますか。そうすると、アフタータックスは当然、法人税がでかいほど、アフタータックスはまあ小さくなるので、こっちの AB の場合には6億、CD の場合には8億のアフタータックス。で、さらにさっき言ったキャピタリゼーションレートですね。その資本還元率、これにも幅があります。でもうあのまあ、概ねこのぐらいだよねっていうのを、まあ、ある程度の FA の方々にもっとかけますけど、大体まあ皆さんのデューデリジェンスのレポートやなんかで FA のレポートが出てきた時には、キャップレートって1個じゃなくて、まあ、こう通常ですと、まあ、2次元的に 5% の場合 5.5、6.57 で、ね、こう幅があって出てくる。何パー使うとどうなるのというのは唯一無二のパーセントでないものですから、みんなそのレンジで考えて、まあ、ある程度説明がつくところで最終的にはじゃあこれにしようかみたいなことをやるんですけど、これの差はものすごいんですね。例えば、まあ、A と B 個人税を重いケースで考えると、これ 5% でこのキャッシュフローを割り戻すということは、評価をこれの20倍にするということですね。割る 0.5 というのはかける20と同じです。だから6億を 5% で割ると評価額は120億円になるんです。一方同じ6億円でも、いやまあここはちょっと、無難に 8% を使いましょう。これパーセント大きいほど保守的なんですね。 8% でここはちょっと固く見ましょうよというと、8% で割るってことは 12.5 倍にすることと同じですから、6億に対して75。だからキャップレートを 5% にするか、あるいは 8% にするかで、まあ、ここに、まあ、この例で言えば45億円の例だと、わずか1個のパーセントを何を取るかによって簡単にここはどうにでもなっちゃう。でそれにさらにタックスを絡めてくると、まあ、同じことで20倍と 12.5 倍でこの曲でいますから、まあ、倍以上ですよね。例えば税率 40% で 8% の時と税率 20% で 5% の時で見ると、評価額が75億と160億、まあ、こんなにもう差は容易についてしまう。評価のそのマジック、まあ、マジックというかですね、幅、主観的なご判断の幅もあり得るということです。だからそこでやっぱりキャッシュフローは経営において非常にまあ重要になります。あと最後に、まあ、自分が買ったものを毎期評価するっていうこともキャッシュフローとして大事ですけど、一方で自分が買われるっていうリスクを常に持つんですね。自分が今度買われちゃう立場。そうするとやっぱり起業家としては自分が簡単には買われないぞみたいな、それなりの手立てもとかということで、自分がそのキャッシュフローを他の人を判断するキャッシュフローで見るということは、自分もキャッシュフローで見られる。自分のキャッシュフローを高めるということは、これすなわち自分の企業グループの価値が、まあこれ一言じゃなくてですね、まあ、子会社に葉っぱかけてキャッシュフローを良くする、自分の会社を良くするということが、まさにその、まあ、買収構成の防御策、一つの大きな防御策。そしてのキャッシュフローというのも、これまた非常に重要で、そう簡単に買われないためにプレミアムを大きくし、どんどん成長することで、まあ、買収価格を言えば自分が釣り上げないと買われやすくなってしまう。まあ、以上、キャッシュフローはなぜ重要かということをさせていただいたんですけど、で後半は、まあ、ちょっと私の専門が税務だということもありますので、まあ、税務の視点からですね、どんなふうにそのキャッシュフロー、あるいは税負担というものを、まあ、捉えたらいいのかっていう、で、まあ、今日お話しするにはいろんなことがあって、今週、例えばアップル社でね、まあ、皆さんもニュースでご覧になったかと思うんですけど、アップルの社長がアメリカの公聴会に呼ばれて、お前らなんでそんなに税金払ってないんだってご覧になりますか？ご覧になってないですか？これね、去年の日経新聞の11月ぐらいからスターバックスの記事が出てたのをご覧になりますか？スターバックスがイギリスで最初に
全然税金払ってなかったんですね。すごい、まあ、売れてるのに。それで、スターバックスのお客さんたちが怒って不買運動が始まったんですよ。なんであんだけ売れてて、なんで税金払わないんですか。でそれなんでスターバックスが税金払ってないかっていうと、コーヒー豆をスイスの会社に介在させて、そこで値上げマージンつけてイギリスに輸入してます。だから、まあ、コーヒー豆が高いということと、あとは、ロイヤリティをやっぱりすごい大きな額をオランダに払ってるということで、結果、まあ、グループとしては儲かってるんですけど、少なくともイギリスでは利益が出てる。でそれに対して、まあ、イギリスの市民が怒って、まあ、もう不買だみたいな、お前らも。そしたらこんなの通り、毎年10ミリオンポンドずつ、利益はないんだけど払いますね。スターバックス UK の社長が、まあじゃあしょうがないですね、まあ、とりあえず払えばいいんでしょう、利益はないけど税金も払いますみたいな、ね、ことをしたり、でそこで実は火がついたのが、アメリカの IT 産業はもうみんな皆さん分かる、まあ、マイクロソフトの人のアップルのアップルもそうだし、ヒューレットパッカーもそうだし、フェイスブックもそうだし、みんなアメリカ国外でほとんど税金払ってないわけですよ。で みんな同じスキーム使ってるんですよね。だから、まあ、それは2つのアイルランドの会社と真ん中にオランダの会社を挟んで、上にアメリカで下にヨーロッパの事業拠点っていうふうに、これはアイリッシュダッチサンドウィッチっていうのを使うんですけど、これを使えばもうほとんどアメリカ国外の所得は税金かかんないことに、まあ、できるので、まあ、そういうね、やりすぎたことをやっちゃうと、また消費者を敵に回す、社長が国会で受けるみたいなことにもなっちゃうわけですけど、じゃあそのやりすぎ感っていうのはどこで見たのかといって、でも企業の宿命であるやっぱり税金は圧縮しなきゃダメよね。でこれは実はですね、その会社どのぐらいやっちゃってるのっていうのはすごく簡単に見れるのが、まあ、その見方を今日お伝えさせていただくと、日産さんの UFO が日本商品を持ったこのマイボーム、でこれをペロッとめくっていただくと、これは普通の PL、連結の PL があります。で、その右下、丸6、こういう状態ですね。これちょっと横に見ていただいて、で、私の手書きで 27.5、28.6 ってご覧いただけると思うんですが、これは何を言ってるかというと、実効税率。この前の公聴会でも、アップルの社長がエフェクティブテックスレート。っていう単語を使ってますけども、エフェクティブタックス、すなわち何を言ってるかというと、この2つは何の比率かというと、税引き前利益に対する当期の法人税の額の比率です。だ税前に対してどのぐらい当社は法人税を負担しているのかという比率です。これをこう示した。でこれが何といっても最も分かりやすい税負担の指標です。もう人間で言えば血圧とか、もうだからこう最もこう、例えば血圧で言えば150、180とかいくとやばいだろうとか、血圧30、40だと死んじゃうでしょう。同じことが、まあ、ここに出てくる。ちなみにアップルはあそこまでギャンギャン言われてますけど、アメリカの IT 企業って大体これパーセントを見ると20%ちょいです。20% 強、20から25の間ぐらいでやってるんで、まあ、アメリカの実はレートが 35% に比べるとだいぶ安いですね。じゃあこの日産さんの 27.5 って皆さんどう評価されますか。これは高い、低い、正常、血圧で言うといくつぐらいと思われるんですね。でこれが、どのぐらいなのっていうのは実は有価証券がもちろんきっちり出てるんですね。どこ出てるかっていうと、次のページちょっと見ると右下丸なんですけども、でどの会社でも有価証券報告書の中にこのページの一番上にあります
税効果会計っていうかあのディスクロージャーなんですね。でこれを見ていただくと必ずどの会社もこの 下の四角みたいなのがあります。でこれは何を示している四角か、あでちなみにさっきの2つの数字 27.5、28.6、 ここに再登場してますよね。で丸ついてます。でこれ偶然一致してるんじゃなくて、さっきの比率がこの四角の下に入ることになってます。で何を言ってるかというと、この同じ箱の一番てっぺんがここでいう税収会社の法定実行税率、法定実行税率、すなわち日本の会社がこの各事業年度において普通に日本で商売したら何パーセント税金が取られますかっていう理論値です。理論値をしました。もし日産が一つの会社で日本で全部事業をやりましたっていうことで言ったら、税金何パーセント払いますかと 40.6% ですがこれを示しています。でも実際日産は違ったと、27.5 である 28.6 だ。じゃあなんで 40% 払わないでいいのという理由が全部ここに書かれています。再分析がここに書かれています。これをご覧で、これ別にあのアップルも同じ回収してます。もうすべて、まあ、すべてって言っちゃうんですけど、普通の会計基準を適用している会社のディスクロージャーには同じ表が出ます。例えば日本で、世界で、まあ、最もアグレッシブと言われる GE っていう会社、つい3、4年前なんてマイナスですよ。全世界の納税額は税引き前に対してマイナスになった。GE 社、ニューヨークタイムズで徹底的にいじめられたというか、いじめられるでしょう、それのような会社とか、もうみんなもなんでそんなことになっちゃったのっていうのはこういう形で出ます。だそういう意味において税は割と分かりやすいですね。なんでこんなに低いの、なんでこんなに高いのということ。三井物産も、3年前と4年前ですかね、自己税率は7割近く、競合の三菱商事が 30% だったのに、三井物産が突然7割近くです。で、2期、それだけ非常時高い高血圧状態みたいになっちゃったんですけど、そういうのもなんでっていうのは、そこに答えは書いてあるわけです。税務は割とそういう意味で言うと、まあ、今ご覧いただいた実効税率ですね。だから、これで出るので、逆に言うと、CFO のファンクションとしては今見ていただいた比率、まあ、27がどうか分かんないですけど、あんまりこれが高くない方が株主向けはいいんです。あるいはまあ企業人としては楽で、まあ、やりすぎちゃうとアップルになっちゃうんですけども、だからまあ算式としては税前利益分の当期の法人税というところ、これはこれでそれなりの重要な要素、税務から見ると非常に重要。でどんなふうにっていうと、次のページでちょっと簡単に説明しますと、まあ、売上、まあ、兆円でこれ見るんですけども、まあ、税前利益率は 5% で、法人税は4割と2割というような場合で考えます、まあ、当然、こっちは法人税4、こっちは法人税2割、自己税率はこれ、まあ、20% ですけれども、何が言いたいかというと、まあ、当然税率が低きゃアフタータックスが大きいよ、これは当たり前だと。もっと言えるのが、税率が低ければ同じ利益を獲得するために売上が激減しても大丈夫なんです。だからこれは売上が 25% へこんでるんですよ。だから売上が 25% へこんでも税率を頑張って下げれば株主に対するコミットメント、企業利益は同じ額が達成できる。そこに税前利益率 5% なんですけど、だから何も売上を大きくするだけじゃなくって、この尻尾を良くするっていうことはやっぱり税率を下げていくっていうことが、まあ、経営者としては非常に、ただこの税率を下げるというのはなかなかの、まあ、大変なことであってですね、まあ、皆さん、血圧と同じで
ほっとくとどんどん血圧上がっちゃいます。上がっちゃう要素はいっぱいあってですね。まあ、その税率の高い国で商売やって、そこで利益が発生すると、やっぱりこの税率の高いところだけでやった場合と、安いアジアの国を混ぜる場合では、やっぱり混ぜた方が当然ながら税率は安くなりますよね。ということは、でも、税率安いとこ挟めばいいんだねって言ってやっていくと、皆さんお気になったことはあるのが、タックスヘイブン税制ですね。税率の低い国に、まあ、利益をくっつけてやったよみたいな形にしても、ここにあるように、税率 20% 以下をやるってことは、そもそもけしからんというふうに日本国は見ていますので、例えば事業実態がないような場合には、こいつなんかもう存在してないものとして課税してやるみたいな制度にして、結局何のことはない低い税率の国に入れても、この利益を日本で取り込んじゃうんで、なんだ、なかった時と同じだけの 35% 税負担になっちゃうじゃん。やっぱり実効税率は高い。だから簡単にこの子会社を置いているっていうのも難しいですよね、というところなんですね。あと、ちょっとお聞きしてもよろしいですか。日本は税率今35なんですけど、まあ、35あるいはもっと低い国の会社を買収すると、そのグループとしてさっき見ていただいた実効税率は下がる、上がる、同じ、どれになると思いますか。下がりますよね。税率を低い国を買収すれば下がると思うのが、まあ、通常ですね。上がっちゃうケースがこれですね。え、税率低い国を買収したいのに上がっちゃうの、そんなことありえますかというと、あるんですね。これ赤字のがうまくコントロールできる。これ日本の中でもそうなんですけど、例えばこの会社今 35% です、ね、でアメリカ、UK、シンガポール買いました。シンガポール 17% でアメリカでさえ 35%、イギリスは20、今下がってる、また下がってるんですけど、じゃあこれを買収したらば35より高くなっちゃう、おかしそうですよね。でももし利益損100、マイナス150だと、グループの連結で買収後の利益は150なんです。要するにこの3つ買っても50しか利益増えないんですよね。でも税金はいくら増えるかというと、今まで35、新たに35、シンガポールで17、イギリスで0、と足し算すると80なんですよ。と比率が58、これが35ですね。かかるんです。だから低い国の買収をすれば必ずしも税率が下がるっていうのは、これ実は正しくなくて、でさっきの三井物産さんがもうとてつもない税率になってしまったのも、どうやらこれが原因のようなんですけども、どっかにその税効果を生まない赤字、まあ、これだったら有形です、ね、こういうでかい、特に大きな赤字が、でこの損失の節税メリットを享受できないと、連結会計上はあくまでこれ単純に合算されていっちゃいますから、この赤字が税引き前利益だけは、でもだからさっきの比率の分子はそのままで、分母だけ読むのが比率はでかくなっちゃう。だからこれはね、はい、じゃあこの他になんかとてつもない税率上がってしまうようなことがあるかなっていうと、まあ、これはよくある移転価格、二重課税的なやつね。500で日本で仕入れて、まあ、世界750で子会社に売ってやって、で英国子会社、英国の子会社が税率 25% で出せるんですけど、1200で売りました。さあ、会計上の利益はいくらかというと、これは、会計上の利益はすいません。いくらになると思います。ごめんなさい。連結で見ると、仕入れたもんでこれで売るんだから
700って言うんですよね。これ700利益あるわけです。でもこれ、まあ、グループとしてはそうですけど、税務の場合はミクロで見ますから、すなわち日本は日本、英国は英国ですから、500で750で売ってるから250、550で買ってきて1200から450、まあ、でもまあ足せば所詮700じゃんっていうところがいいですよね。会計はそれでいいです。問題は各国の税務当局が違うこと言うんですね。例えば今回ここのケースで日本の税務当局はいや750も低いでしょ、子会社大したことしてませんよ、大したリスクも取ってませんよ、これはもう1000でしょ1000みたいなことで1000で売るべきなんだ、それをあなたは日本の税金を不当に圧縮するがために750で売ったんだ、1000が妥当ですって言うと日本の税金はまあこれを改め1000になっちゃう、1000から500引いて175払える。ところが今度英国の税務当局がいやと何言ってるんですか、750高すぎでしょ、ほとんどこの売る作業業務はその子会社段階でやってるんだ、だから子会社にもっと利益を還元するべきだろうというと、例えば彼らがいやこれ1200であるべきですよ、あごめんなさい600でと600だと、まあ、言ってきた、そうすると1200で売れてるんですけど本来600で仕入れるべきだから、ここに600の利益が出るべきだと、そう税率は 25% ですけど150ですね、だそれぞれ言うこと違うんです。でこれはもうしょうがないです、国ですから。そうするとグループの利益はさっきお答えいただいた700なんですが、あれは税金はっていうと175で150足すと320、これこの取引の実効税率 46%、だからどこの国どっちの国もそんな高い税率じゃなくてもそれよりもはるかに重い税負担に企業グループは入れてしまう可能性がある。二重課税と言われる、すなわち同じ所得に国によってこう課税の仕方がずれてしまうと、ずれたで、もちろん国の間でですね、これは調整してくれみたいなことは言えることは言えるんですけど、まあ、それをこの二国間の協議で成立するかどうかはまた実務で非常に難しいと思います。このようにその税務も大きく、幅のあるお話だというか、すぐ簡単に税率が増えてしまう、と踏まえてですね、もう、ごめんなさいちょっと長くなってますが、今日の総括として、皆さんが専門家を目指しておられるのであれば、例えばその会計基準にすごく詳しくなること、ファイナンスのも、なんかすごく難しい算式茶の子採算みたいになっていくのかとか、あるいは税法のなんか無視みたいになっていくのか、いろんなあると思うんですけども、そうではなくて、そんなのはもう業者にやらすときはいいわけで、企業の中心においてその企業活動全般を挙していくという、CFOおよびその機運、そして機能される場合にはこういう、いろんなそのキャッシュフローの流れの中で、今日聞いていただけでもお分かりの通り、いろんな知識が必要なんですね。というのは世の中が残念ながらそう動いていってしまっているので、まずその会計上何が必要なのか、何が求められているのかということ、あるいは買収するとき持っている資産を自家評価するときにどう会計データを再編集して調整をしてファイナンスのベースに乗っけるのかっていう分析もできるというか、あるいはファイナンスはファイナンスで持っているものをいろんな形で、次回、最終的には何が適正な時間なのっていうところに落とし込まれていないところをご自身が、あるいは他の人がやったものを客観的に見れないんですね。甘辛とか、あるいはこういう要素は入れなくていいの
みたいなことを、その結局は企業の責任にされちゃうんですから、その企業家の立場からそういうものも出てくる。あとは税負担、実効税率を最終的に、まあ、そのどういうアメリカ型で一桁台を目指すのか、まあ、本当に 25% ぐらいにするのか、でもほっとくとすぐ 50% 60% いっちゃうわけですから、それをどうやって税を良していくのかみたいなことを、まあ、いろんな知識をその各専門家とコーディネートしながらやっていただく、それが企業の企業家の方には求めるで、しかも今それを全部グローバルでやらなきゃいけないんですね、まあ、日本だけ分かっていてもなかなかこれ、話としては分からないということで、まあまあ、各して、表題にもあります通り会計ファイナンスタックスを勉強してはいかがかという、まあ、香港のコマーシャルにつながるわけですけども、まあ、実際そのどれかだけ持っていても、私も実務やってた人間で、結局ある程度他の人とその意思疎通ができないと、所詮 それぞれの専門の知識ができないです。だからやっぱりここに、特にここに真ん中におられるお立場だとすると、それぞれの専門家が言ってることとかやったことを見れる、あるいは話聞いてご理解いただくっていうことは非常に重要な、必要なことかなというふうには思っておりますので、今日こういう話をさせていただいたということでございます。以上でございますんですが、何かご質問ございますでは、何でも全部、ここにない全部の話、ダッチサンドイッチ、アイリッシュダッチサンドイッチの説明を、もうご興味あれば徹底的に、非常によくできている、それはそれで精度でですよね。ではアメリカでも税金がある、アイルランドでも税金がある、でそれは全てどこ行くのですか、バミューダになってるんですね、バミューダで、これアイルランド法人の傘をかぶった、いやこれはバミューダです、アイルランドになってます、まあ、そういうことができてしまうね、今度 G8 でそれを議論しましょうですけど、まあ、答えは出ません。ヨーロッパの国々は、まあ、そういうのでやっぱりいろいろ伸びてきてるところもあるので、まあ、オランダとかね、それをすぐやめましょうって話を、あ、すみません、そんな話じゃなくて、ご質問は、一つ二つ出ていただくと、形よく終われるかなって。あ、ごめんなさい、これ日本 の会計基準というので、まあ、ジャパンの、はい、これジェネラリーアクセプテッドアカウンティングプリンシパルということで、まあ、一般に公正な取り組みの会計基準で、だからこれ US ギャップ、J ギャップ、あ、すみません、業界のどちらかという、まあ、日本のこの実効税率ランキングっていうのがあったりして、まあ、皆さん今競ってるわけじゃないですけど、まあお暇だったら小屋さんってやつ、HOYA の、レンズとか、小屋さんは昔からこう実効税率を、圧縮する、もう中に燃えてるっていう、非常にこう関心が終わりの会社さんとしているので、非常に、まあ、低い、まあ、2割はある時も多い、日本の中では結構珍しい、まあ、これ当然海外に税率の低い国で作り、税率の低い国で売るということをやれば、まあ、自己税率は下がるわけなんですよ。だから、まあ、日本で作って日本で売ってる分にはなかなか税率は下がらないんですけど、その付加価値をどこで、税率の低いところで、だからどうしてもまあ今ね、日本の不動化言われてもやっぱり外へ行かざるを得ないので、ね、でも、まあ、安倍
資本を税率法人税に下げるのはやっぱりやめたってことですから、さっさと言っちゃうなというかもう言っちゃったなみたいな。